暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。こんにちは、お片付け研究室チャンネルの P です。今回は掃除と片付けで運を開くコツというテーマについて、北野孝子さん監修、お掃除したらいいことあったをもとに考察していきます。この動画を見ることによって、風水学をもとに開運につながる掃除方法について学ぶことができます。ここで少々宣伝させてください。お片付け研究室の運営会社アシストでは、東京、神奈川を中心に出張買取を行っております。概要欄の LINE 登録を行っていただくと詳細がご覧いただけますので、ぜひご登録くださいね。それでは本編に早速参りましょう。突然ですが、こだわって決めた住まいなのに、忙しさに追われて住まいも予定もぐちゃぐちゃ。もしそんなお悩みを抱えた方がいたら、あなたは何とアドバイスしてあげますか？今回ご紹介することを実践していただくと、生活の滞りを流すような片付け、掃除で運を開いていくことができるでしょう。それでは具体的な方法を解説していきます。一言で言うと、片付け、掃除で幸運体質を引き寄せることです。本書の監修を務めたのは、風水の知識を生かしてインテリアから婚活相談まで幅広く活躍する北野孝子さん。北野さん曰く、風水の正体とは中国から日本へ伝わった環境学なのだと言います。つまり、部屋やお家の周りの環境を心地よく整えたことで、いいエネルギーとなる気を取り込んで運気を呼び込むとのこと。これは日本でも江戸の街づくりや建築、インテリアの分野で古くから取り入れられてきた環境、住まいに関する理論の一つです。オカルトチックで論理的な説明がつきにくいような印象も感じる風水ですが、突き詰めて考えれば、人や家にとって心地よい環境を整える。これが開運につながるということです。だからこそ、住人にとっても家にとっても快適な環境を作るようなお片付けこそ、風水の観点から見ても結果に直結する働きというわけです。ここでは幸運を引きつける片付け掃除方法についてポイントを3つに絞ってみました。晴れた日の午前中が狙い目、悪運を広げないスリッパ掃除を、金運には水回りと収納からアプローチ。ここからさらに詳しくこれらを一つ一つ解説していきます。晴れた日の午前中が狙い目。まずはじめに、晴れた日の午前中が狙い目について解説していきます。北野さん曰く、開運を目指してお掃除に取り掛かるにあたっては、風水の観点から晴れた日の午前中が狙い目なのだと言います。なぜなら、太陽の光は悪い気を浄化して良い気をもたらすパワーを持っているからです。また、晴れた日の午前中に窓を開けて掃除をすると、次のようなメリットがあると言います。窓から太陽の光が悪い気を浄化して、新しいパワーが取り込まれる。太陽の光を浴びることでやる気が湧いてくる。人は太陽の光を浴びると、セロトニンと呼ばれる幸せホルモンが分泌されて気分が高まり、やる気が湧いてくる生き物です。窓を開けることで新鮮な空気が入って集中力も高まる。よって、晴れた日の午前中に積極的に換気をしながらお掃除をすることは、お部屋にとっても悪い気を浄化して良いパワーが取り込まれるだけでなく、人にとっても掃除へのやる気が高まり、集中して気分よくお掃除に取り込める絶好のチャンスということです。晴れた休日の朝は、まず窓を開けてお掃除から始めてみてはいかがでしょうか。休日を丸々使うほど意気込む必要はありません。休日の朝に30分だけでも掃除に費やしてみると、気分も爽快になって良い休日のスタートを切れるはずですよ。悪運を広げないスリッパ掃除を。続いて、悪運を広げないスリッパ掃除をについて解説していきます。開運につながるお掃除術が書かれた本書、その中でも特徴的だったスリッパのケアについて、ここでは取り上げていきます。スリッパは住空間というわけでなく、毎日肌に接する衣類という感覚もなく、よほどボロボロになったら破棄して買い替える。そんな消耗品感覚の方もいるのではないでしょうか。しかし、スリッパは開運にとっても重要な役割を担うアイテムの一つだと北野さんは主張します。
なぜならスリッパとはそれを履いて部屋中を歩き回るどの部屋にも接点があるアイテムです。よって汚れたスリッパを履いて家の中で過ごしているとスリッパに溜まった悪運を家全体に広げてしまう恐れがあるというのです。またスリッパの掃除については本書で次のように取り上げられています。固く絞った雑巾で底を水拭きししっかりと乾かす。内側にホコリが溜まっているならばお掃除用の歯ブラシなどでかき出す。丈夫な素材のスリッパであれば洗濯ネットに入れて弱モードで洗濯しても OK。 あらゆる部屋にスリッパの汚れと悪運を蔓延させないためにお掃除の際にはスリッパ掃除もセットで行うといいですね。金運には水回りと収納からアプローチ。最後に金運には水回りと収納からアプローチについて解説していきます。ここでは本書の内容から特に多くの方にとって気になる存在である金運について取り上げていきます。開運インテリアの観点から見ると金運が気になる時には次の2つの該当箇所に注目することが大事だといいます。水回りと冷蔵庫。水回りは台所、トイレ、洗面所、お風呂などが当てはまります。収納関係のもの。クローゼット、棚、タンスなどが当てはまります。この2つのポイントを積極的に整理整頓することが効果的なのだそうです。風水の観点から見るとまず水回りと冷蔵庫は金運に直結するとされています。なぜなら水回りはどこも通り道としての機能を備えています。水を使う場所には必ず排水口があり排水管から使った水が排出される仕組みになっていますよね。そして風水が大切にしている概念は滞りを解消することです。窓の場合は窓を開けて空気の流れを取り入れる。すると新しいパワー、つまり新しい気を呼び寄せることができるということでした。それと一緒で水回りに関しても詰まりなどの滞りを解消することで良い気が流れる状態を保てる。これが理想的だということです。さらに収納に関しても不要なものが詰まった空間には悪い気が滞ってしまいます。事実として不要なものが詰まった収納では何を持っているのかわからず無駄な浪費を招く事態がすでに起こっているかもしれません。風水の中でも特に金運問題を解消したい時には部屋の中の滞りやすい場所、特に水回りと収納を積極的に掃除したり整理整頓してみてくださいね。では最後にこの動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず窓を開ける、水回りのケアなど気の通り道を意識して掃除するということ、そして家中を歩き回るスリッパを掃除することで開運できるということでした。おまじないや魔法に近いような印象もある風水の世界ですが、著者の北野さんが提案する風水とはあくまでも環境学といった学問に基づくもの。よって光や空気、水の流れを整えることで人間も家という空間や建物も心地よく過ごすことができ、健康に長持ちする住まいを維持できる、そのような理にかなった仕組みだということが分かりましたね。つまりちゃんと新鮮な空気の換気ができる、不快に感じない掃除が行き届く、このように自分が心地よいと感じる住まい環境を維持することが開運にもつながるのです。さらに掃除を行うことで自分自身もすっきりと前向きな気分になり、新しいことにチャレンジするような意欲が芽生えます。なんだか最近部屋もスケジュールもごちゃごちゃで収集がつかなくなっていると嘆きたい気持ちになった時には、新しい生活を仕切り直すための開運お掃除をお試しくださいね。以上で片付け掃除で運を開くコツの解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますのでチェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは片付け掃除、家計に関する本を紹介しながら暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。またこのチャンネルの運営会社アシストでは公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているのでチェックしてみてください。それではまた次の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。